って思ったら寒くない。寒いよって思ったら寒くない。沖縄はそんな日々でございます。はいさい。ということで今日はですね、富士フイルムのカメラについて話していきたいと思うんだけど、僕ね、実は今年に入ってから、10日間ぐらいラスベガスの方に行ってたんですよね。 CES2023 っていうイベントがあって、それがね、家電とテクノロジーの世界最大の祭典みたいな感じのものなんですよ。まあ知ってる人も多いかなって思うんですけれども、もう世界中のね、大企業とかスタートアップ企業とか、そういう企業がこう新しいテクノロジーを、自社のテクノロジーですって紹介したりとか、あとは新製品ですよね、そういうのを発表する場になっていて、で日本からね、一人だけクリエイターが選ばれるっていうことになって、で僕が選ばれて代表として行ってきました。でこれがね、その CES2023 の、メディアパスなんですけど、見てくださいこれ、ここすごいですね。日本の企業ね、ソニーさんがここにしっかりと大々的にスポンサーになってて、さすがだなって思いました。でね、ラスベガスに富士のカメラとそれからソニーのカメラを持って行ったんですよ。もうね、最高控えめに行って最高。ラスベガス自体がそもそも面白いんだよね。チェックインしてからフロントから部屋に行くまで20分かかるような、もう巨大なホテルの中、室内の2階のフロアに運河が流れてたり、1階にめちゃくちゃでかい滝があったりさ、もう全部が桁違いなんだよ。船に乗って移動したりとかね、ホテルの中だからね、これすごいよね。でね、3日ぐらいあってもホテル1個のホテル全部回りきれんかったりするのよ。とかね、あとはそのホテルに全部このカジノがついてるんだよね。ラスベガスってカジノホテルだから。でそのカジノホテルでさ、カジノもやったんだけど、もうね、1時間で10万円ぐらい溶けていくようなペースでお金が溶けたり、逆に1分で70万とか100万とか買ったりできるような、そういう世界観でね、本当もうなんか映画の世界のような感じっていうのかな、すごく面白かった。それ以外にもラスベガスってマリファナが合法化されてたりするので、そういうマリファナショップに行ってね、突撃取材みたいなのをしてみたりとか、もう本当に盛りだくさんのビデオブログを中本夫婦の方にアップしてますので、まだ見てない方は固定コメか概要欄からぜひ見てみてください。はい、ということでね、そんな刺激たっぷりのラスベガスだったんですけれども、そこにね、いろいろと機材持っていったんですよ。実は今手に持ってるこの GoPro Max ですね、360度映像を撮れるやつ、まあこれね、かなり良くて、いろいろとこうビデオブログのアクセントになるので、ね、よく持っていったりするんですよね。でこっちが、富士フイルムの、XH2 ですね。 XH2 これなかなか名前覚えられなくてね、紹介しようとするといつも、あ、名前なんだっけってなるんですよね、まだ。で、これはね、今 α7R3 の方なんですけど、まあ、実際には S3 を持っていきました。今ね、撮るのに使ってるんで、ちょっと手元に出せないので代わりに R3 を出してます。はい、こんな感じのね、大体3台体制のカメラでラスベガスに行ってきてですね、で、写真に関しては全部富士フイルムの XH2 で撮った。で、それ以外のものに関して、動画に関しては基本的にはビデオブログはソニーの α7S3 で撮ったっていう、そういう感じですね。僕ね、しばらく写真離れてたんですよ。このビデオブログチャンネルっていうのが、まあ、かなり大きくなっていったので、まあ、そっちにね、注力してるうちに写真っていうのはちょっとどんどん疎遠になっていってたんですけど、この XH2 をもってして昨年末ぐらいから写真もまた撮り始めてですね、もうね、楽しゅうてしょうがない。写真って最高の趣味だなってもうね、思います。仕事で写真やってたそのプロカメラマンの時代っていうのは、やっぱりそのスタジオもね、2店舗を最大でやってたりとかで、経営とかも考えなきゃいけないから、すごいこうカメラを握るとか写真撮るっていうのが億劫になってたんだけど、最近ね、写真を趣味に戻してから死ぬほど楽しいで、この XH2 っていうのがまあいいカメラで、動画なんかも 8K で撮れるし、で、写真なんかも、ね、バシバシこうスナップ撮っていける。でこれのいいところは何かっていうと、中にフィルムシミュレーションっていうものが入っていて、これを使って撮るとね、フィルム調の写真が簡単に撮れちゃうんですよ。だからまあ何て言うのかな、編集いらずにエモいこうスナップフォトとかビデオブログが撮れるっていう、まあ言ってしまえばバランスブレーカーみたいなね、キラーって僕呼んでるんですけど、まあ、そういうカメラだと僕は思ってるんですね。でこれにですね、 XF27mmF2.8 ですね、いわゆるパンケーキレンズですよ。これちょっと外してみますね。こんなにちっちゃい、このね、パンケーキレンズっていうのがめちゃくちゃ優秀で、まあ、まず軽いよね。ほんと持ってるの忘れるぐらい軽いんですよね。 APS-C で 27mm って言ったら結構画角狭いから、どうなんのかなーって正直思いながら、まあでも旅だからね、ちょっとでも機材軽くしたくてこれ1本で行ったんですけど、結果ね、大正解。
まあ、ということでラスベガスで撮ってきた写真を振り返りながらちょっと話をしていきたいと思います。スライドショーを見ながらいろいろ説明しますね。色味が青っぽい写真はクラシックネガ、緑っぽい写真はノスタルジックネガで撮ってます。それぞれの設定はスライドショーの後に表示するんで、富士の方は僕のレシピを参考にしてみてください。もうすでに何枚か見てわかる通り、エモいよね。今回の写真は全部撮って出しだから、富士機で僕のレシピで撮ると誰でもこの色味を出せます。ちなみに僕の写真はちゃんまりが撮ってるんだけど、結構いい雰囲気出てますよね。そう、富士のカメラは高い技術がなくてもいい雰囲気で撮れるんです。カメラを購入するとほとんどの人って作品を撮りたいとかじゃなくてさ、自分の見た世界を少しでも綺麗に自分の感性で記録したいって人がほとんどだと思うんですよね。子供を撮ったり恋人を撮ったり、旅先の街並みや風景、普段の日常とかいろいろね。だからそういった意味ではカメラ任せでオートモードや絞り優先モードでパシャパシャ気軽に撮って、まあいい雰囲気の写真が撮れるカメラ、これって最高なんですよね。スナップにはもってこいです。ちなみに今回はこんな感じで全てワンハンドスナップしてます。露出をある程度合わせて、あとは片手で気軽にパシャパシャと、足を止めずに歩きながら機動力の高いカメラで撮り歩く、この感覚が最高でした。モノレールが過ぎていく刹那とか、面白いなーって感じた刹那とか、まあ、撮り逃さないっていうのがいいですよね。あ、これトランプ前大統領のトランプホテルなんですけど、僕が泊まったホテルはこのベネチアンホテルって言って、そこの窓から見えた景色です。しかしね、写真これめっちゃ良くないですか。これ取っ手出しですからね。フィルムシミュレーションって遊び道具ぐらいに思ってたんですけど、すごくいいですよ。これも結構好きな写真で、仲良さげな両親とそれを撮る息子夫婦、そして左下の若い家族、ラブの前で3つのラブが入ってていいなって思って、目の前の景色に自分の視点を乗せて撮れるのがスナップの面白さだったりしますね。この写真もお気に入りで、後ろのおばちゃんたちこれガンジャ決めてます。いかがでしたか？富士のカメラ結構良くないですか？まあ要するにフィルムシミュレーションって言われるものが入ってるカメラであれば、全然同じような撮影はできるんじゃないかなと思っております。写真ってさ、家に帰って結局編集するのが億劫になって、編集しないまま溜まっていくローのデータで、あのパソコン内が圧迫されていくって、これありません？気分が乗らない時の編集ってマジで乗らないのさ。だからそういった意味でもこの富士のカメラで撮ると編集するっていう必要はないので、あの写真初心者ほど、この富士のカメラを僕は使ってほしいなっていうふうに最近は思っております。ぜひチャンネル登録まだの方はチャンネル登録して、よろしくお願いします。バイバイ。ロサンゼルスに取り残されました。これは最高じゃん。うわ、すげえ。やば。やば。